10月28日、今日は、皆さんご存知の通り近大祭です。巷では日本一盛り上がらない学園祭とかいろいろ言われてますが、そんなことないってことを皆さんに証明しようと思います。実際行ったことなくて初めてなんですよね。まあそのなんていうかな、準備とかで頑張ってる人もおるからね、なんていうかな、存分に楽しもうと思います。紅葉が綺麗だ。もう大学手前なんですけど、人に一人も会ってないですね、まだ。この階段を登ったら多分大盛り上がりしてることでしょう。気温部ってある？気温部あるよ、なめんといて。気温部あるから。あ、音聞こえる、音聞こえる、両方音聞こえる。わざわざなんか食べようぜ。すごいパリピだ。ところ、ありがとう。どうしよう。ありがとう。あれだね、旬ダイヤリーさん、生協のやつ全部食べてみたとか言ってましたね。生協のやつ。やったっけ、はい、あ、やったかもしれない。はい、ありがとう。タイミング覚えてない。ありがとうございます。チュロス、肉まん、じゃがバター、焼き鳥、焼きそばを買ってきました。じゃがバター、すごい楽しいね、これ。学園祭の雰囲気がちゃんとある。日本一盛り上がらないとか言うけど、日本一ではない気がする。10番目ぐらいみんな楽しそうでした。そうですね、この絵を描いた人は僕の動画のエンディングを作ってくれた子です。うまいな、やっぱさすがやな。はい、ということで、近大のなんていうかな、本キャンの方の学園祭はもう楽しみきったので、次は医学部の方の学園祭を楽しみに行こうと思います。医学部に着きました。こんにちは。ダイアリーのシェフ。 ありがとうございます。虹だ、綺麗。エントリーナンバー、お二人は何番ですか？4番。何年生ですか？ちなみに1年生、はい、2人とも。すごいね、なんでミスコンに出ようと思ったの？かっこいいし、かわいいもんね。はい、ね、すごいね。いやいやいや、忙しいのに、ね、あれですよね。固定まさきにちょっと今から案内してもらって、はい、案内しましょう。そう、はい、ショートコント診察。それではお口の中を見たい。パン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 。健康診断をしたりとか、うん、お医者さんがどういう治療をしているかとかを実際に、自分で体験して学べたりとか、そういうなんか教養的な要素があるやつが多いから、はい、まあそういうのが好きな人にはいいけど。なるほどね。お医者さん体験、
と手術室での実習の時はこれを基本着るかな、うん、完全に、うん、完全にこれですこのちょっとお待ちください。そう、実際こういうこともしますけど、そこら辺は清潔なのでこうやって待機してたりもダメだっつって怒られて、もう一回着直してこいって一から全部、またこれ、そう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 、着直して、うん、あ、めちゃ方が全然分かってます。やらかい、ありがとうございます。あ、すっぱいあるよ。イカメラ、すごイカメラ体験。これ3億ですか。もう壊れてますけど、うん、3億、まあ、触って記念撮影もできるんです。こういう感じでやるっていう、でなんか下に、はい、あるんですよ、足踏んだりしてなんか、うん、え、これで臓器とかをやってる。そうです。え、すごっ。臓器を切ったり繋いだりして。え、これの操作めちゃめちゃ難しくないですか。いや、難しいですけど練習、めっちゃ練習してみんな、あ、できるようになる、できるようになる、うん、まさきもできるようになるみたいな。これもね、俺でも練習したらできるようになる、なるでしょ、なるんで。実習ででも、でかでも。まだやってないんですかね。嬉しかったです。とても貴重な経験になります。あ、さっきの子だ。ね、喋ってよ、ね、うん、かわいい。